未来クリニックの今井です。先ほどですね、時間のあるときに取りためようと思って1本撮ったんですけど、ものすごい失敗してました。何を失敗したかっていうと、動画が反転になっておりました。なのでこれ、病巣疾患研究会、多分逆に映ってたと思うんですよ。すいません。これが病巣疾患研究会です。で、第7回の病巣疾患研究会に、参加してきたんですけれども、私は、今回はさっきと同じような展開ですが、ね、シンポジウム、歯科と皮膚疾患、皮膚科とのつながりということで、司会進行を仰せつかりましたので、お話ししてきました。で、長赤嚢胞症というと、金属アレルギー、パッと思い浮かべる、あるいはネットで検索してもそういうふうに出てきますから、そういうふうに捉える方、あるいは焦って金属の置換する方いらっしゃるんですけれども、あんまり言葉は悪いですけど、大きな効果はございません。あまり大きな効果はありません。で、やはり歯石嚢胞症は病巣疾患、病気のもとがどっかにあって、それらが手だとか足に飛び火した疾患ですから、そこを、その病巣を慢性的な炎症の元となっている病巣を改善しないとよくならないわけですね。ですから、歯を一本、例えば抜く、抜くまでいかないにしても、根っこの病巣を治療するとか、あるいは扁桃を取るとか、病巣そのものを取っちゃうとかということで改善していくわけです。決してアレルギー、金属アレルギーだからなっているわけではない。ごたまにあるんですけれども、私も年に1、2例ぐらいしか経験はしません。それほど少ない症例です。で、もう一つネット検索すると、歯石嚢胞症というと、ビオチンが出てくるんですね。ビオチンというのはビタミン H とも言われて、お肌のビタミンなんかっていうふうに言われるんですけど、ビオチンが効く歯石嚢胞症も、それほど多くありません。逆に言うと、言葉は悪いですけれども、ビオチンぐらいで治るんであれば、もともとそれほどひどくなかったとも言えます。で、ネットを見ると、ビオチン、それからビタミン C、組み合わせみたいなのが販売されてるわけですけれども、もともとビタミン C が歯石嚢胞症に効くわけではないので、取ってもそれほど効果はありません。で、もう一つ、ビオチン取りましたとなった時に、効かないんですって言われると、こう言われるんですね。量が足りないんだと。1日3グラムではダメだと。6グラムとか10グラム取れっていうふうに言われるわけですけれども、なかなか量を増やしたからといって取れるわけではない。そうすると次は、ミヤリ酸ですね。ミヤ BM。ビオチンっていうのは、腸内細菌が出すもともと物質ですから、それを出すためにミヤリ酸飲んだ方がいいよなんていうことも言われます。むしろ、ミヤリ酸の方が効果があるかもしれないですね。やはり、腸をきれいにするのはとてもいいことなので、腸内細菌層を良くすることはとてもいいことですから、ミヤリ酸なんか取るのはいいかもしれません。処方してもらうとしたら、ミヤ BM とか、ビオスリーという名前で、処方薬があります。で、このビオチンなんですけど、やはり、どうしてもこう、病院に行ってもなかなか皮膚科の先生も知らない場合が多いですから、ビオチンを自分で見つけて買っているって方がたくさんいらっしゃるんですけれども、ほとんどの場合、私が投与するときでも1日につき 1.5 グラムとか、せいぜい3グラムぐらいでとどめておきます。量を飲んだからといって良くなるわけではなくて、やはり病巣を改善しない限りは良くならないわけですね。ですから、その病巣がどこにあるのかということをきちっと把握しないといけないわけです。ビオチンというと、認められる戦いだったかな。何悦子さんで、一躍有名になった前橋先生の本が、出てくると思うんですね。あの中で、ビオチン療法なんか進めてられてるんですけれども、残念ながらですね、一行も病巣感染症、病巣疾患という言葉は出てこないんです。だから、漫然と何年もかかって、なかなか治らないという現状があるわけです。あれは、やはり、歯石嚢胞症という病名を知って、あるいは病鎮ということを世に知らしめたことに関しては、すごい功績はあったと思いますけれども、病巣感染症、病巣疾患であるということが一切書いてないというのは、やはり、本、あるいは内容としては、欠けた部分が大きいのではないかというふうに思います。むしろ、病巣をどうにかしていく、
根治していくという方が、小石脳膠症に関しては治療として十分役立つというふうに思います。ですから、私も患者さん方にビオチンを出すことっていうのは、半分あるかないかぐらいですね。ですから、ビオチン飲んでも治んないよっていう人は全く心配することはありません。もともとビオチン飲んでも治んなかったんですから。ですから、その治療の方針を変えて病巣を検索していくということを目標にされたらいかがでしょうかね。と言っても、なかなか信用する方はいらっしゃらないと思いますので、例えばですね、こういう状態。この方は看護師さんなんですよね。25年以上、こうやって、小石脳膠症で悩んでおられるわけです。なかなか治んないというふうにおっしゃるわけですね。で、私のところに相談見えて、まずやるべきことは、ジョイントの治療ですね。ジョイント擦過治療 E と。以前は B スポットと言っておりました。これもしっかりと擦らないとダメですよ。ピュッとですね、お口から1秒とか、お鼻だけ、2、3秒ちょちょっとつくだけでは、これはまあ無理です。しっかりと擦ることが大事です。これ、この方ですけれども、どうなったかというとですね、こういうふうに変わりますね。これが半年後ぐらいですかね。半年後。この状態が半年ぐらいですね。お薬は使っておりません。上咽頭の治療だけです。もちろん、この方は口の中に金属がたくさん入ってたんですけれども、金属の置換。金属アレルギーだと言って、金属を置換するようなこともありませんでした。お口の中の金属はそのままです。私はね、小石脳膠症の治療の時にこう思うんです。こういうふうに、思うというよりこういうふうな、治療の進め方をやっています。一番簡単なところから、そして一番お金のかからないところから、一番侵襲の少ないところからやろうと。そうすると、ほとんどの場合、病巣というのは、上咽頭か扁桃かお口の中なわけです。じゃあ、コロナ禍で一番安上がりで、早く治療ができるといったら、上咽頭しかないんですよ。扁桃も入院しないといけないし、一週間ぐらい入院しないといけないし、それなりのお金もかかっちゃいます。ただし、扁桃はすごく有効な治療法です。で、もう一つは口の中ですけれども、たくさん何かしら病巣があった時に、やはりそれなりの時間がかかってしまいます。まず、そして、金属ですよってなっちゃうと、もっと時間かかって、もっとお金がかかっちゃいますから、金属の時間はまだいらない。で、上咽頭の方が早いし、大体、私のところだと、24週あれば7割以上の方が改善しますので、それをやってなお治らない場合に、お口の中。もちろんお口の中の場合は何かひどそうだなっていう時には並行してやりますけれども、お口の中を見ていったりとかですね、あるいは扁桃摘出を考えることもありますけれども、まず、上咽頭の治療をすることが大事なんじゃないでしょうかね。その際も、しっかりグリグリっとやってもらうことですね。ちょっとやってもらうとか、なんちゃっていいと。なんちゃって B スポット治療と言ってますけれども、ちょっとやるのはですね、これは上咽頭治療ではありませんので、ちょっとつくだけとか、あるいは綿棒を差し込んでおくだけというのは、いいとではございませんので、擦過治療ですからね、こすらないといけないわけです。ぜひとも、小石脳膠症、悩んでいる方の場合は、ビオチンが効果ないと言っても焦らずに増やすのではなくって、上咽頭の治療、炎症、原病巣のどこにあるのかなということを、探していかれた方が治療につながるんじゃないかなというふうに思います。以上です。未来クリニックの今井でした。できればチャンネル登録よろしくお願いします。